僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。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 どうも、バキドです。ピーター博士、お帰りなさい。そうですね。いや、お帰りなさい。本当に。ピーター博士が帰ってきましたね。ピーターが前に来たのは5月6月ですから、うん、あ、知らない人もいるかもしれませんから、ちゃんと紹介しますけれども、はいはい、日本の童貞率が最近増えてるんですけど、どう思われますか？うん、誠に遺憾ですね。残念です。ご自身はバキバキ童貞です。の、この日本の童貞率が増えてるらしいんですが、っていうデータを取ったのがピーター博士。ピーター博士がいなかったら、バキバキ童貞という化け物は生まれなかったっていう。バキバキ童貞。と、不祥事というか。はい。僕ドラマ決まりましたよ、ピーター。いや、見ました、そのニュース。見ました、うん。僕が、桜井翔さんっていう、バキドなんてあっちゃダメなやつ。あっちゃダメなやつ。大スターですね。大スター、嵐っていうんですか、その、うん、はいはい、うん、有名な、うん、グループ。グループで、はい、これすごいことなんだなって分かって、うん、なんか涙が出てきました。そうなのか、本当にもう。泣いたのか、感動してる。バキドは。やってくれたじゃん。熱っ。青春の熱いドラマもありつつ、いや、嬉しいですよ。ようやっとここまで来まして、うん、半年前からしたらもうだいぶ違うんじゃないかという。5月ぐらいの時は登録者12、3万人だったのかな。はい。で、ピーターに言われて覚えてるのが、はい、もう登録者伸びねえだろ。言ってないっすよ。言ってないですよ。ちょっと。言ってないですよ。まあ、で、どうやって伸びるんですか？どうやって伸びるんですか？この後。いや、僕はその、うん、ね、限界ないって見えてなかったです。そんなこと言わないですよ。いやいやいや、ピーター側はどうでした？スウェーデンで。はい。なんか進捗ありますか？世界の童貞について、うん、本を書いてるんですけど。うん、本、うん、はい。その4つの方向。うん。があるじゃないですか。まあ前にも話したんですけど。はい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 、はい。モテなすぎて、ちょっと嫌な方向に行っちゃうインセルっていうのと、うん、自分をかっこよく見せかけにする恋愛工学と、うん、頑張って痩せたりするぞとかで頑張って自分を変える、うん、自分磨き、うん、はい、と、なぜか自虐するバキバキ童貞ですっていうやつ。4つ。自虐から最近は何なんですかね、うん。新たな方向性を。はい、開拓するっていう意味で、自虐よりも広くしてるんです、うん、なるほど、はい、はい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 。で、この4つの、うん、まあ、道があって、うん、その4つ目の道の主人公がバキバキ童貞さん。あ、すごい、はい、すごい。で、僕の章があるってことですね。で、章があるって、その、うん、まあ、4つに分けてて、その、はい、まあ、で、その間に、こう、データとか、エビデンスとか、うん、その研究の紹介を挟む。はぁ、はい、面白そう、普通に。で、グンピーさんのストーリーとかも、うん、その、年季みたいな感じで、はい、うん、だから、こう、踊るレンタルブサイクを見て、グンピーは思った。最悪のモノローグが。ああはなりたくない。そういう、そんな感じで書いて。絶対面白いじゃん。踊るレンタルブサイクみたい。バキドはそう思った。こんな名文あります？そうですね。一緒に住んでたんですよね、ピーター博士は。うん。何度も聞いてる人は申し訳ないんですけども、はい、本当に童貞研究者として、はい、バズってる僕を見て、はい、研究したいとか、まあ、仲良くなりたいとかもあって、うん、一緒に住もう。うん、これで、40日間ぐらい一緒に住んだという経験がありまして、その時にいたのが、学付け聞いたサスペンダーズ古川、プロポーズ習った、はい、あと、レンタルブサイクとか。はい本当に不潔な男たち。キモシェハウスですね。はい、キモシェとかは行けてますか、また。毎回来たらキモシェに泊まるじゃないですか。はい。うん、最近はそうなんですけど、今回はちょっと、諸、うん、事情によって、行けてないんです。行けてない、うん、あらま。バキバキ童貞と、はい、ね、また会いに行くって、ってキモシェハウス行くって、はい、その、彼女に行ったら、まあ彼女さんね、うん、私も一緒に行くみたいな。彼女さんもいるんですけど。一緒に来てます。なので、はい、キモシェはまだ生きてない。監視がついてるんですか？ついてる。いや、そうなん。一緒に旅行でいいじゃない。いや、嬉しいんですけど。はいはい、彼女といいじゃない。キモシェ住みたい気持ちは否めない。かわいそうにな。何がいいんだかわかんないですけど。いや、落ち着かないんですよ。日本に来て気持ちに行かないと。つまりあの押し入れに住みたい。ピーターに、ね、伝えておきたかったな、と。
レンタルブサイクの、その後。すごい。うん。もう気になってしょうがないんですよ。気になってしょうがない。たまに LINE してるんですけど、はい、フィリピンに移住したわけじゃないですか。うん、だから現地でこう友達できたとか仕事どうって聞きたいんですけど、はいはい、なんかひたすら落ちてくるココナッツの動画しか返ってこない。そうね。フィリピンはでっかい木のココナッツがなってて、はい、うん、体からだから、うん、それが一日に何回か落ちてくるんですね。落ちてきて、それにぶつかると死ぬらしいんですよ。頭にぶつかったら死ぬから、それで怯えながら暮らしてる。よく聞いてますね。はい、まあ、レンタルブサイクは、まあその英語を結構勉強してたじゃないですか。うん、フィリピンが英語も学べるし、しかもなんで、うん、フィリピンってのは平均月収が、まあ、2万円ぐらい。あ、そうね。日本円2万円ぐらいで、うん、で、日本の会社に就職したのか。はい。まあ、フィリピンにある、そうですね。なんで、10万円ぐらいもらえると、お金を。おお、平均月収2万円だったら、うん、ちょっと贅沢な暮らしができるっていう。うん、そう。で、僕に見せてもらったのは、本当もう豪邸の画像と、プール付きの家に住めるかも。ああ、それ僕も見ました。ね、プール付きの家に住めるかもみたいなのあったじゃないですか。で、蓋開けて、行ってみたら、はい、平均月収が、あの、フィリピンにとって日本、なんか、全然変わんなかったらしくて。じゃあ、何の情報だったのなんか、デモを捕まされて、レンタルブサイクが。普通にラーメンは1000円するらしいんですよ。そうそうそう。毎日、トウモロコシを食ってるらしいんですよ。そんなことない。主食が。お金を結局、全くたまんないらしいんですよ。その、普通に月収10万円だから。日本で言う月収10万円だからたまんないんで。いや、もう、フィリピンから帰りたいって思っても、その、帰る旅費も稼げなくて、ブサイクを誰かが助けに行かなきゃいけないんですよ。これ言ってません？レンタルブサイク救出編。マクロチャンネルでやりましょうよ。やりたい。そうそうそう。誠に遺憾です。で、いつもピーターには、童貞の研究者として、研究をいっぱい発表してもらって、はい、うん、その時だけ、本当の許容チャンネルになるというか、うん、今回はピーターが、会いたいなという、童貞レジェンド、はい、とちょっとまあ、アポを繋いでるというか、はい、前僕らよく、キモシアで話した、ルポ、中年童貞あるじゃないですか。中年童貞、僕はキデさんに音読させられる人、ね、中年童貞の、はい、僕も読んでるじゃないですか。中年童貞を書いた中村先生ですね。はい。アポを取ります。おお。なんで、僕、ピーターと、うん、中村先生との本、童貞研究コラボ。うん。ですとか、ハスミキと結婚した人とコラボ確定しております。おお。こちら、近藤さんという方なんですけど、はい、海外の方が人気なんですもんね。有名なんですもんね。そうですね。海外メディアでバズってます。なので、ぜひ話したかったってことだったんで、そちらもちゃんと真面目に話を聞いてみようという。はい、あと、まあ、いければ、バキバキ童貞のきっかけはピーター博士ですけど、はい、ピーター博士が童貞研究をするきっかけになった男がいるんですよ。うん、そいつは、日本人のお笑い芸人なんですよ、元。うんうん、あの松井っていう、うん、ね、僕とか土岡とかも面識がある、はい。そうですね。一緒にライブ出てました、ね。そう。僕とね、一緒に童貞お笑いやってた人が。学生お笑い。童貞お笑いやってたのが BBC でインタビューでパーッと跳ねて、それに対して、それに触発されて、まあ、研究をしてるわけですから、まあ、童貞レジェンドですから間違いなく。うん、どうする？もう会いたいですし。うん、まあ、そういう、ね、うん、ちょっとそういう回になっていきます。今後、ピーター回。うん、ピーターにジロー食わす会もやりたいな。おお、確かに、グンピーとね、ラーメンジロー食べたかったんですよ、ね。食べたかったですね。な、一、うん、回連れてったんですけどね。うん、そこからピタリと言わなくなってね。もう一度食べさせてあげたいな。おお、だからね、ぜひ。食べたいです。また、お願いします。ではまた。俺の名前はバキバキ童貞、今になる動画界の皇帝、いじめられて走った校庭、フルチンで踊る真剣な動画、フリーターの時街頭インタビュー、ひねり出したパンチライン一発、人生はたちまち豹変、俺の名前はバキバキ童貞。